演武開演。どうも、私のズレズレなる日常演武さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、業務スーパーのレインス、レインスじゃない、常温わらび餅を食べたいと思います。これすごい量ですね。こんなたっぷりのわらび餅見たことないです。では早速開けていきましょう。大苦戦の予感がします。はい、こちらが全量となります。めっちゃガスの苦労した。輪についてるんだよね。ではプルプルです。見えますか。いただきます。わらび餅ってこんなに甘いものなんですか。初めて知りました。わらび餅なんですけど、わらび餅自体にほんのりとしたちょうどいい甘さがあって、何もつけなくても十分美味しく食べることができました。量もたっぷりでプルンプルンしていて、口の中で弾力があって噛み応えもあり、とっても美味しかったです。ただもう一押し何かがあって、それは自分でやればいいか。でなのでこちらの点数とさせていただきます。それでは風鈴を砂漠に行くよ、むらしくん。砂漠で風鈴鳴るのかな。まあ鳴らなくはないでしょう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。